電池切れか。先生！健太戻るぞ。みんな心配してるよ。何見てんの？星？ UFO 見たんだ、病室の窓から。でも誰も信じてくれない。先生を信じる。嘘だ。嘘じゃない。不思議なことはね、誰にでも起こるから。先生も UFO 見たの？もっとすごいこと。昔ね、時間が止まったことがある。志望校を変えるつもりはありません。相葉君さ、自分の成績分かってるよね？もちろん。だったらもっといい大学目指そうよ。余裕で入れるところじゃなくて。現役の時はここじゃなかったよね。第一志望、東都医大だっけ？確かに今の成績じゃ厳しいかもしれないけど、これから本当に。どうせまた落ちますよ。もういいですか？まだ終わってないよ、ロスタイム。はい。浪人生ってさ、ロスタイムを戦ってるのかなって。奇跡の逆転ゴール決められるかどうかは自分次第なんじゃないかな。俺サッカー興味ないんで。このようにたらればの話をするときにやかな、主語が三人称でも三人称でも was ではなくて、この w を使うんだな。この w。 それではもう一度言うと、 If today was the last day of my life、 I will。先生どうしたの？おい、からかうなよ。おい、いませんか？うわっ、
なんだよ。意味わかんねえよ。あの、このうーっとも重要だね。うーっとも、どんな文でも基本的にはだな、どうした、時系列を揃えなくちゃいけないんだ。だから Do I want to ではなく Would I want to になるわけだ。どうした、 If today was a last day on my life、 壊れたよな。 I want to part I want to 今時間止まったよな。はぁ、おいそこ、授業中だぞ。な。ほら。ちなみにな、この言葉。かの有名な起業家の言葉だ。さあ、今日の昼頃にさ、なんか変わったことなかった？変わったこと？なんでもない。模試の結果出たか？まだ。また30代にしか合格できなかったら学費は出さないからな。母さんに何て報告すればいいんだ。昨日会った人いませんか？
ませんか？失礼します。おー天国いって何すんだよ。そっちこそ今私に何しようとした？いや違う、昨日公園で噴水の、そう噴水の、私のこと探しに来たの？キビジョの制服着てたからここに来れば会えると思って。行って。なんでストーカー？いや違う、俺はただ何一人で心細くて怖がらせるつもりじゃなかった。すいませんでした。私も同じ。一人で不安で、さっきまで公園にいたの。また来るかなって。いきなり目の前に現れたからびっくりした。叩いたりしてごめん。でも信用したわけじゃないから。え？相場工事西多摩市桜ヶ丘5丁目 38-23 何かしたら強制わいせつで訴える。ほら行くよ。どこに？パトロール。他にも変質者がいるかもしれないでしょ。他にもじゃねえよクソガキ。私たち以外にいないのかな動ける人。さあ。なんで動けるの？いやそっちこそ。どうしてこんなことが起きてるんだと思う？いやわかんないよ。俺ただの浪人生だし。ただの浪人生じゃないよ。つまらない浪人生。君俺より年下だよね。その口の利き方。ねえ浩二。呼び捨てかよ。あれ。トラックがどうかした？どうしたんだよ。起きてよ。ねえ。起きてよ。
ちはわかるけど、今何かしてもさ、時間が動き出せば元の状態にリセットされるんじゃないかな。昨日髪も服も濡れたはずなのに乾いてて。止まれ。無駄だよそんなことしても。どうせ助からないよ。助けるの？助からなくても助けるの？止まれ。ちょっとどいて。でもいいから。時速20キロだから秒速 5.5 メートル、50メートルくらいだから。あそこまで9秒。無事だって。トラックはあの通りだけど、とっさにハンドルを切ったみたい。そっか、よかった。どうやって起こしたの？俺は何も。嘘、さっき何探してた？不在連絡表だよ。そこに書いてある運転手直通の番号を覚えて、時間が動き出してすぐに電話したんだ。出ろ、タルマ出てくれ。すごい、私なんてパニックになってるだけだった。でも運転手が自分で目を覚ましたのかもしれないし、子供たちの運が良かったんだよ。ねえ、また会える？時間が止まったら。もちろん。え？じゃあ明日ね。あの名前。篠宮時音。名前言うの忘れてた。それ書いてないよ。じゃあ誰の絵？ね、時間が止まった時に出会った大切な人。リアル。
ちょっと隠さなくてもいいのに。声ぐらいかけてよ。名前呼ぶとか。痴漢かと思った。あのさ。ん？今書いても時間が動き出せば消えるんじゃない？消えるよ。スケッチなんて時間の無駄だよ。消えても記憶には残るから。ん？私は猫の姿を記憶に刻みつけてるの。コウジだって漢字とか英単語とかノートに書いて覚えるでしょ。何？いや、目が、あの、目の色が珍しいなぁと思って。おじいちゃんがイギリス人で。あ、そうなんだ。じゃあ英語ペラペラだって。おしゃべりは終わり。悪いことしに行こう。え？行こう。いや、ちょっと。すごい。ねえ、ん？悪いことってこれのこと？立派な法律違反でしょ。あ、左、そこ。どうかした？ううん、もっと早く。もっともっと。気持ちいい。大丈夫？篠宮さん、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 篠宮さん。楽しかった。海の底にいるみたい。ロスタイム、ロスタイムってどうかな。この時間が止まる現象の名前。どういう意味？神様が与えてくれたおまけの時間みたいな。ダメならいいんだけど。明日から3連休だけどさ、工事は何するの？ロスタイムの間。家で漫画読んだりすると思うけど。じゃあデートしようよ。デート？
ただいま。おかえり。第一志望西南学園大にしたんだってな。なんで？予備校に電話して聞いた。どういうつもりだ？学費出してくれないならフリーターになるから。お前本気でそこに行きたいのか？母さん悲しむぞ。あんたに言われたくねえよ。おじ、母さんが死んだ時あんたは病院にも来なかった。今さら家族面すんなよ。遅くなってごめん。制服できたんだ。うん。あ、でも大丈夫、ジャージ持ってきたから。ずっとやってみたかったんだ。でも子供に混ざるの恥ずかしくて。はい。え？気をつけてよ。コージもおいでよ。いや俺はいいよ、キャラじゃないし。あ、ていうかお腹空かない？全然。全然。ロスタイム中は売店も自販機も使えないから。はい。ごめん、食べられない。お腹空いてなかった？ダイエットしてて。でも時間が動き出せばリセットされて食べなかったことになる。いただきます。本当は揚げたてを持ってきたかったんだけど。篠宮さん、え、そんなにまずかった？美味しくて。美味しくて。お母さん料理上手なんだね。いや俺が作った。すごい。すごくないよ、仕方なく作ってたらできるようになってただけだし。仕方なく？母さんさ、9歳の時病気で亡くなってさ、親父は仕事人間で橋を設計することにしか興味ないから。そうなんだ。それよりこの後どうする？ロスタイムは終わっちゃうけど、いつも1時間ぐらいしか続かないし。あ、
わからないとこ教えて。え、勉強すんの？工事の受験勉強にもなるでしょ。人に教えると身につくって言うし。くだらないよ、受験勉強なんて。入れもしない大学狙ってひたすら暗記したり、模試の結果にいちいち浮かれたり落ち込んだり。必死すぎて痛いんだよ、予備校のやつら。みんな精一杯生きてるだけじゃん。欲しいものに手を伸ばして届いて喜んだり、届かなくて傷ついたりしてるだけじゃん。何もしないでバカにしてる工事の方がよっぽどくだらないよ。篠宮さんには分かんないよ。ね、工事、ほっとけよ。どうですか、調子は。なんか今日体調いいみたい。そっか。これさ、やっぱり新しいの買っとこうか。これがいいの。愛着あるし、あなたが必死になって探してきてくれたやつだし。どこにしまってあるんだって家中ひっくり返してる姿想像すると笑える。壊れたみたい。うん、でも多分電池切れてるだけだから変えとけよ。そのまま置いといて。それより家のベランダから見える給水塔ってこんなだっけ。ういないかと思った。来ないかと思った。許す。私も言い過ぎた。ごめん。食べよう。うん。
ただきます。おいしいよかった。私、コウジの家に行きたい。え？そうすれば出来たてのご飯が食べられるでしょ？あはあ、別にいいけど。じゃあ明日。守れなかった約束があってさ。小学生の頃、将来医者になって母さんの病気治すんだって必死に勉強して、テストでいい点取って、そしたらなんでか知らないけど母さん少し元気になってくれて、でも結局無駄な努力で、それからなんかどうせ無理だって思うようになっちゃって、かけっこで一番になるのも、サッカーでレギュラーになるのも、東都医大に入るのも、変われたんじゃないかな。トラックから子供たちを助けたとき、最後まで諦めなかったでしょ？あれは篠宮さんが必死だったから、俺も何かしなきゃと思っただけで。それだけだよ。行こう。え？早く、もっと。ねえ、なんでまたこれ？今度は転ばずに坂を曲がるの。はあ、そんなの無理。無理じゃない、無理じゃないよ。行くか。うん。そういうのもいいから、篠宮さん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 、また引っかかった。いい加減にしろよ。やっぱ無理だった。大成功だよ。すぐ諦めちゃう相葉浩二はもう死んじゃったよ。Thank you.
明日の花火大会行こうから一緒に見ようか。ね。じゃあまた明日来るから。おやすみ。話があるんだけど。ん？私ね。うん。辞めることにした。これ以上治療するの。なんで？どうしたの？明日ホスピスに転院するから。どういうこと？エンドオブライフケアってやつ。最後まで自分らしく生きたいの。うん。でもそういうの話し合って決めないと。夫婦なんだから。それにあなたから離れたい。どうして？もう一緒にいたくないの。これしか返せないから。はい、います。ちょっと待って。遅くなってごめん。どうぞ。お邪魔します。あ、はい。ありがとう。何？いや、私服なーって。うん。あ、お土産。ありがとう。これが工事の家か。ご飯できてるよ。え？ほら。わー、おいしそう。ロスタイムじゃなかったら写真撮るのよ。はい。開けてみて。挑戦することにしたんだ。背中を押してくれた俺。早速使っていい？もちろん。食べよう。うん。いただきます。うまい。コージはさ、うん、どんなお医者さんになるかな。気が早いよ。まずは大学合格しないと。人の痛みが分かるいい先生になるね、きっと。篠宮さんは？ん？将来の夢ない。でも昔はあったかも。小さい頃ね、
画用紙に梅を描いてクッキーの缶に入れて埋めたの。タイムカプセルだ。何書いたか忘れちゃったけど。いや、掘り返せばいいのに。市役所の隣の空き地に埋めたんだけど、今はそこ家が建ってるから。あー、そっか。あ、じゃあそれよりこれサックサクだね。おいしい。うん、これとかすっごい綺麗。これそうなんだよね。うん、3色のやつ。オレンジ食べたい。あ、いいよ。食い方。一度はやってみたかったんだ。いただきます。私今日のこと忘れない、絶対。このままずっとロスタイムだったらいいのにね。ロスタイムじゃない時も会いたい。今夜さ、花火大会があるんだけど、一緒に行かない？ごめん。予定入ってた？そうじゃなくて、私もう浩二には会えない。え、なんで？篠宮さん、篠宮時枝さん知ってますか？ああ、篠宮時枝。
知ってますか？知りませんけど。すいません。すいません。篠宮ときねさん知ってますか？同じクラスですけど。まだ学校にいますか？ウィルソン病って言って、簡単に説明すると体に銅が溜まっちゃう病気。治るんだろ？悪い部分を取り替えちゃえば。生体肝移植って聞いたことある？生きてる人から肝臓の一部を移植してもらわないといけないみたい。移植？でも誰でもいいわけじゃないの。日本だと親族しかドナーになれないし、同じ血液型じゃないと。私ね、珍しい血液型なんだって。親族だとお父さんだけが同じ血液型で、でも検査したらお父さんの肝臓は私に適合しなかった。それが分かったのが12時15分。え？だから私が原因なんだよ。もう望みはないんだって思ったら目の前が真っ暗になって、時間が止まった。それから毎日、浩二が言った通り、神様がおまけの時間をくれたんだと思う。きっと、もうすぐ私。もうすぐって。もって半年って言われてる。誕生日だったの。最後の誕生日。本当に感謝してる。でももう十分だから。
弁当作るから。会いに来るか。そんなことしてもらってももうどうにもならないの。色が珍しいなと思って。おじいちゃんがイギリス人で、患者が食べられない銅を含んだ食品リスト、エビ、海苔、卵黄、チョコレート。一度はやってみたかったんだ。無駄だよそんなことしたら。どうせ助からないよ。助からなくても助けるの。すぐ諦めちゃう相葉浩司はもう死んじゃったよ。篠宮さん、君助けてください。篠宮さんを助けてください。落ち着いて。お願いします。落ち着いて。お願いします。全然気づいてやれなかった。毎日一緒にあんなに近くにいたのに。先生、篠宮ときねさんを救ってください。お願いします。大学生の時に俺も時間が止まった。え？毎日決まった時間に始まって続くのは大体1時間ぐらい。最初は何が何だか分かんなくて、街中歩き回ってた時にある女性に出会った。彼女はいろんなものをスケッチしてた。書いてそれを記憶に刻んで、時間が動き出したらまた書き直してた。外の世界を忘れたくないからって。
肝臓がんだったんだ。助かるには生体肝移植しなきゃいけない状態で、けど彼女の親族には適合するドナーがいなかった。だからわずかな可能性にかけて検査したんだ、自分が彼女のドナーになれるかどうか。まさか。結果が出てやっと分かったよ。時間が止まってる中でどうして自分たちだけ動けたのか。検査してください。血液型知らないんです。俺、おそらく君の肝臓は彼女に適合すると思う。じゃあ、けどドナーになるにはいくつかの条件が必要なんだ。患者の親族であること、二十歳以上であること、それから二十歳じゃないとダメですか。君年は？来月で19です。19か。未成年はドナーになれない、そういう決まりがあるんだ。今まで未成年ドナーの移植手術が認められた話は聞いたことがないし、少なくともうちの病院では前例がないんだ。篠宮さんはあと持って半年なんですか？一年にはできないんですか？君が二十歳になるまでに彼女が生きていられる可能性は ほとんどない。他に何か俺にできることって？一緒にいてあげてくれないか、彼女の残り少ない時間を。何のためだよ。結局何もしてやれないなら何のためのロスタイムだよ。
母さんさ、亡くなる前少し元気になったの覚えてる？春まで生きられないって言われてたのに、秋まで。ああ、あれって何か理由があるの？今さらそんなこと聞いてどうする。ちょっと気になっただけ。母さん、お前との約束を守ろうとしてた。医者になった浩二に治してもらわなきゃって。それにあの頃俺が設計した橋が架かることになったんだ。完成したら家族3人で渡るんだ。夢を叶えるまでは絶対に死ねない、よくそう言ってた。夢叶えてやりたかったんだけどな。母さんが死んだ時病院に来なかったのは橋を作ってたから。それぐらいしかなかった。あの時俺にできることなんて、それぐらいしかなかった。小さい頃ね、画用紙に梅を描いてクッキーの缶に入れて埋めたの。タイムカプセルだ。何描いたか忘れちゃったけど。掘り返せばいいのに。市役所の隣の空き地に埋めたんだけど、今はそこ家が建ってるから。いら
康二。クッキーの勘じゃねえし。家の下に埋まってたらどうしようと思ったけど、ギリギリ大丈夫だった。なんでこんな残酷なことするの？篠宮さんみたいになりたくて。トラックから子供たちを助けた時、必死に運命を変えようとしてた。篠宮さんみたいになりたかった。夢なんて叶えられるよ。同じ血液型なんだ俺たち。 CT 検査もした。肝臓の大きさも問題ない。そんなのダメ。私もう十分工事に。篠宮さんのためじゃない。俺が諦めたくないんだ。また料理食べてほしい。二人で写真撮りたい。花火も見たい。電車で遠くまで行ったりしてみたい。プレゼントだってちゃんと渡したい。17歳の誕生日一緒にお祝いしたい。18歳も19歳も100歳になっても。篠宮さん、俺と結婚してください。あと1年頑張って手術してください。お願いします。めちゃくちゃなこと言ってんのは分かってんだけど、むちゃくちゃ好きなんだよ。
幸せになんてなりたくない。だってもっと怖くなる。今だって怖くてたまらない。寝るときもう目が覚めないんじゃないかって。真っ暗な場所に一人ぼっちになって時間が止まっちゃうんじゃないか。名前呼ぶ。目が覚めるまで何度でも。俺が必ず助ける。約束するよ。生体肝移植のドナーになるのがどれだけ大変なことか分かってるのか。横に20センチ、縦に15センチ、肝臓の 40% を摘出される。手術痕の違和感は一生残るかもしれない。腸閉塞になったり致命的な合併症を引き起こして死ぬかもしれない。覚悟はできてる。ふざけるな。許すはずないだろ。もう決めたから。その子、あと1年持つのか。どうせ助からないんじゃないのか。やめたんだ、そういうふうに諦めるの。篠宮さんが変えてくれた。少し頭冷やせ。俺にできることなんてそれぐらいしかないから。俺親父の息子だからさ。大丈夫だね。ロスタイムで出会った先生の奥さん、今どうしてるんですか？うん、元気にしてるよ。そっか。うん、私も頑張らなきゃ。何かあったの？夢ができたから。結構いっぱいあるんだね。でも一番叶えたい夢は別にあるんです。
大切な人と一緒に100歳まで生きること。生きてちゃんと返したいんです。きっといっぱい迷惑かけるだろうし、苦しい思いもさせちゃうと思うから、何も返さなくていい。うん、浩二君もきっとそう言うんじゃないかな。はい、難しい。面白い。ですけど、結婚指輪の代わりに。変ですかね。いや、考えること一緒だなと思って。浩二君、お父さん、お母さん、今日はよろしくお願いします。お父様はどちらに？ご挨拶したいんだけど。それが、親父。出してこい。親父が来てくれてさ、今婚姻届を出しに。篠宮さん、何度も騙されないから。篠宮さん、笑ってよ。また引っかかったって。時ね、コウジ君変わって、こちらへ、こちらへお越しください。下がって、時ね、あちらに。篠宮さん大丈夫、わかる？篠宮さんわかる？おい、ストレッチャー用意して。先生、ドキネは。先生、ベッド上げて。先生、ドキネは。入ります。上げるよ。3、2、1。先生、ご家族に知らせて。アイスメイトに行くよ。先生、オペ室に連絡。急げよ。声かけてあげて。ドキネ。おい、ドキネ。
康二へ。面と向かって言うのは恥ずかしいので、新婦から新郎に手紙を書くことにしました。病気が分かった9歳の夏から私はたくさんのことを諦めてきました。学校は休んでばかりで友達もできなかったし、タイムカプセルを埋める行事にも参加できませんでした、はい、入院が決まってからはずっと憧れてた吉備の女学院の制服も着れなくなりました。そしてあと半年しか生きられないと分かった時、私は笑うことを諦めました。誰か動ける人いませんか？うわ、意味わかんねえよ。でも工事に出会って真っ暗な場所に光が差しました。工事とおしゃべりして子供みたいにはしゃいで喧嘩したり仲直りしたり、楽しくて楽しくて、いつも1時間が一瞬でした。一緒にいると心臓の音が聞こえちゃうんじゃないかって心配だった。花火に誘ってくれた時、本当は飛び上がりたいほど嬉しかった。だからこの恋は諦めようと思ったの。ごめん。どんどん死ぬのが辛くなったから。そんなことしてもらってももうどうにもならないの？ひどいこと言ってごめんね。でも浩二が私の夢を見つけてきてくれた時、全然諦められてなかったことに気づきました。生きることも浩二への気持ちも。先生、もう頑張れ。大切な人と100歳まで生きるんだろ。戻ってこい。頑張れ。浩二は私の初恋です。初めて好きになった人が最後に好きになった人が浩二でよかった。100歳になるまで仲良くしてください。相葉ときね。探したよ。聞きたくないです。もう分かってるんです。ロスタイムが始まらないってことは、
全部終わったんだって。終わってなんかない。これから始まるんだよ。移植手術が決まった。認められたんだよ。え？時ね、時ね、時ね、よかった。結婚式の日に倒れて昏睡状態だったんだよ。でも親父がドナーになること許してくれてさ、浅見先生が倫理委員会ってとこに掛け合ってくれたんだ。それに時音が頑張ってくれたから、約束守れた。帰ったら何食べたい？エビフライ、カキフライ、たこ焼き、グラタン、パエリアも作れると思う。再発して転移してるんだよ。戻ってもどうにもならないの。あなたが一番よくわかってるでしょ。だから謝りに来た。俺全然気づけなかった。誰かが俺に返そうと思ってたこと。俺に負担かけないために離れてたんでしょ。だからあの時これしか返せないって。はるかに出会った時さ、俺何にもなくて自分には何にもできないと思ってたけど、教えてくれたじゃん。俺にしかできないこともあるって。もう十分すぎるぐらいもらってるから。それでも返したいと思うなら最後の一秒まで一緒にいてほしい。
ありがとう。いただきます。おいしい。あ、コージ、医者よりシェフの方が向いてると思う。ね、せっかく医大受かったのにそういうこと言うかな。時ね。取らないでよ。17歳の誕生日おめでとう。ほら笑って。いいですね。ほらほら、今夜さ花火大会があるんだけど、一緒に行かない？行く、浴衣着て行く。一番なんて